関西で非常に人気が高いグラブを作る D クエスト、今回はその D クエストのグラブ制作の内容について覗いていきます。それではどうぞ。前編を見ていない方はぜひそちらもご覧ください。表パーツ、裏パーツというふうに呼ぶんですけど、はい、表と裏が、これを、ガチッとこう、入れ込むっていう感じですね、はい、そうですね。さっきくっつかなかった部分なんですけど、はい、今こうどっちも乾いてこうピタッとこうくっつく。おー、でここ塗っていきます。なるほど、はい、一番職人さんの癖が出るところっていう場所ですよねそうなんですよ、なんていうんですかね、丸描くのも人それぞれ違う、はい、そんな感じです。なるほどさっきちょっと聞いたんですけども、職人さんはもう自分の、縫ったグラブ、作ったグラブは店舗に並んでたらもう気づくっていう、わかりますよ ね、そういうのがあるっていうのは本当すごいなと思って。ここですね、ここのアーチですね、はい、なんかウェブによってもあるんですけど、はいはい、こんな感じで、なんですか、違和感ないように塗っていくんですけど、はい、例えば、クロスケとかだとちょっとこう出てくるんです、はい、なんでちょっと深めに、なるほど、隠れないように、はいはいはい、へー、そういうのもやってますね。すごい、直接ボール取るのには影響ないんですけど、はい、ちょっとこだわりというか、なるほど、自己満です。自己満見栄えとかにもね、気にしますね。そうですね、やっぱ綺麗なグローブ、かっこいいなって自分が思うグローブの方が、はい、気分も上がれると思うんで、うん、使う方の、ね、確かに確かに、そこはちょっとこだわってます。うんうんうん、はい、こんな感じで2000、おお、できてる。いや、すごいいい。もうでも、もうパーツはもう3つぐらいですか。もうなんかこう、そうですね、ウェブと、芯つけて、ヘリカーマイつけて、ここが閉じるとよりちょっとこう、はいはいはい、もっと出てくる、ああはいはい、感じが、はい、次が指芯、指芯をスケルトスね、をこの指先に塗っていきます。はい、このままだとこんな感じで、はい、力も伝わらないんで、そうですね、つけていくんですけど、この D クエストの場合は一個一個こう測ってつけていきます。はい、やっぱりどうしても縫製段階だったりとか材料の感じとかで、はい、うん、バラつきじゃないですけど、はい、それに合った長さっていうのがあるんで、はい、それを一個一個測りながらやっていきます。ほう、なるほど。決められてるとやっぱ微調整が難しいので、ひと手間ではあるんですけど、そうですね、そのひと手間がやっぱ完成度にかかってくるんですよね。ここの長さ、はい、貼り合わせる、あとで貼り合わせる時の感じ、はい、結構1ミリ単位で変わってくるんで、あ、1ミリ短くしようかなとか、へえ、指芯って大事ですよね。その指先まで入ってないグローブって、どこかしら僕も、見たことあるっていうか、はい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 、あれ指先ちょっとふにゃってしてるなっていうのはあるんで、はい、ここまでやってくれるところはやっぱ安心ですね。そのそうですね、最後の最後こう打球を取る瞬間に指が負けてっていうのがなくなると思うんで、はい、やっぱこれはやっぱ買う側も安心できるポイントですね。そうですね、後でここにも穴開けて紐まで通すんで絶対に先までは入ってるっていう感じですね。はい、今これで長さ決まったんで、はい、あとこう縫い付けていきます。はい、でこの時もアーチ、はい、かけてグローブのイメージに沿うように、なるほど、こうまっすぐではなくてちょっと、おお、
そういうところが自然な手入れ感っていうのを生み出すんですよ ね、はい、いやここは結構僕も前はめた時からDQS さんのその手にはめた感じっていうのは、はい、まあ、自然な手の形で入るなと思ってます。いいな、ボール取る時って絶対こうではない。そうですね、確かに自然な手の感じは意識してますね、うんうん、変な力が入らないように。そうですね、大事ですね、はい、指芯までつくとだいぶ先までしかないです。おこれで表と裏の縫製は完璧ですね、はい、残りはまあこれをまた合体させて減り皮で。いやすごいな。あんまり裏側見ることないと思うんですけど、D クエストさんの裏側というかグラブの見えないところこんな感じです。 D クエストの裏側です。すごい、もうこの辺で大体もうイメージっていうのそれたなっていうのは分かったりとか。あ、そうですね、まあたまにありますけど。あー、そっか、まあ、分かればでも修正聞くっていう。はいはいはい、へー、こういうイベントだと話聞きながらできるんで、より確かに確かに具現化というか。そうですね、ドンピシャで一番ドンピシャなやつが作れる。うん、でさっき言ったんですけど、この指先の部分、はい、穴に合わせて穴を開ける。こんな感じで開けてるんですけど、はい、まあ、通ったら最後入ったら穴がこう透けるような感じ。のー、なるほど、通ってくる。なるほど、そこからですね、固定してかぶせて。これもさっきのこっちの縫製でねじれてると入りづらいんで、はい、まっすぐ行けてればスッと入っていきます。これも結構難しいってなんか聞きますね。入れるときですか。はい、そうですね、しっかり出てて、これあれます、はい、ああ、そうで、まあ、この後の貼り合わせですね、難しいの。はい、この時の手の感じで決まります、ね、へえ。確かにもうアーチが効いてるっていうか、ちょっと、ね、そうですね。さっきの穴のところもこう貫通して作るような感じですね、はい、おー、名前さんも結構他のメーカーとかでグローブをこう見て勉強することとかってあるんですか。 ありますよ。おこんな感じで撮ってもらって、はい、他のメーカーさんのグラブ作成とかあるじゃん。はいはいはい、はい、めちゃめちゃ見ます。おあ、じゃあ今回名前さんも見られる側になるか。あ、もかもしれないですね。やっぱ勉強になることたくさんあるんで、はい、うん、あのうちのグローブの作り方しか知らないわけなんで、うん、はい、ちょっとやってみようかなとか、お、あ、これいいなっていうのはやってみて、はい、って感じですね。だからいい時代ですね。あ、そうですよね、はい、昔こんなんなかったわけですよね。そうですよね。すごいですね、 YouTube で他の人の工程を丸々見れるっていう、はい、そうなんですよ。いい感じです。おお、これで今合体しました。おー、すごい。おー、なんかもう出来上がってきましたね。へえ。こっちだけの状態とこっちだけの状態より合体するとよりこう、うんうん、グローブの感じで確かにボールが取れそうな感じが分かる。そうですね、はい、へえ、すごい。さっきまであんだけバラバラなパーツが一気にまとまりましたね。こう、はい、これヘリカワ、すごいヘリカワ。今接着したところ叩いて、はい、しっかり密着させてからヘリカワ、うんうん、なるほど。すごい、あの、はい、毛じゃないやつなんですけど。ああ、そうですね、あの D フレックスバンドに使ってるネオプレーンっていう、はい、あのウェットスーツの素材、はい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 、伸びる素材をここに中にスポンジが入ってこれになってます。そうですね、フィット感とか厚みあるんで、はいはいはい、厚みあるけどこうキュッと入っていってくれるから、はい、硬
かなりフィットして。確かにそうなんですよ。これすごいいいですよね。これリフレックスバンドじゃなくてもこういうふうにできるんで、うんうんうん、ムートンがカチカチになってしまうとか、ね、はい、ありますもんね。その3年とか使って最後見たら、こういうのはまたそういうのなくないっていうのが嬉しいですね。エリカはこういうテープ状の四角い革なんですけど、はい、まずこっち向きに裏向きになっていきます。これが最後こう巻かれる、巻かれると。この縫い方とかも引っ張ったり緩めたりしてます、はい、場所によって。あ、カーブのところとかも。そうですね。なるほど。こことかもしっかり引っ張っとかないと完成した時にボコってなんですよ。ボコって、あ、それがちょっと嫌なんで、しっかり押さえて、あんまり広がりすぎるとあの指の関節からこう出てしまって、あんまフィット感のないグローブになってしまったりするんで、しっかり押さえて縫えるように。なるほど。きつすぎても邪魔になるんで、あ、難しいんですね、そのバランスを取る、まあ、調整引っ張り方とか詰め方とか、はい、やればやるほど見つかるんで、うんうん、ああそうですよね。やっぱり新しい型をこう出すぞってなったら、またそこでそれ用の縫い方とか、はい、何個か縫って、やっぱ数縫っていって見つけていって、うんうん。名前さん今も野球やられてるんですか？あ、草野球を。あ、草野球で、はい、やっぱそのチームメイプの、そのグラブ調査したりとか。そうですね、やっぱあの高校生の時とかそうだったんですけど、はい、まずグローブで人覚えてます。あ名前知らないけどグローブ作る。あのグローブの人。そっちから入るんですね。じゃあ名前とグローブが一致するみたいな感じになってますね。そうですね、グローブ一致すればみたいな。相手チームとかもまずグローブ見ます。あ、じゃあちょっとインパクトあるグローブ使ってる人とか。おったな。おお、はい、こんな感じです。おー、すごいすごいすごい、もうすごいな、これは。なるほど。で、まあ、この辺巻くのに邪魔になる部分を今から切って調整していきます。はい、ちょっと昔に作ったグローブとかと、はい、今作るグローブ、はい、とかの同じ型でも違ったりとか。あ、そうなんですか。なんかその時の自分の中のこれがいいなっていうのが、はいはい、なんか変わるんですよね。へえ。あ、作っていく経験で人からこう、そうですね、こうしたいとかっていう意見を聞くとっていう、はい、こっちの方がいいなとか。おお、戻る時もありますし。あ、なるほど。そう、あ、こっちの方が良かったんだ。いやでもそうやってなんか変化していくっていうのがすごいいいと思います。やっぱりそうなんですよね。やっぱずっとこう同じようにグローブ1個ずつ1個ずつこう縫ってる、毎日縫っていくんで、はい、そういうのなんか自然と出てくるというか、まあ、そういう経験があるとこういうオーダーを目の前でするっていう時もこう、ね、ちょっと引き出しになってたり。そうですよね。オーダーこう目の前でしてて、はい、なんか変わった注文とかされたことあるんですか？ありますよ。例えば前あったのが、はい、ちょっと小指が生まれつき曲がってしまってますとか、はいはい、ああ、はい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 。で、あんまり普通のグローブはめると小指掛けにこう引っかからない。ああ、はいはい、ってしまうから。っていうのでこの指掛けの位置調整したりとか、お、長さ調整して、その場で調整して合わせながら。あ、そうなんですね。そこで調整してうまくはめれるように、はい、まあ、完成してはめてもらった時に、はい、小指掛けっていうけど、うん、かかったことなかった。あ、はいはいはい、初めてかかったっていう。小指掛けかかったらこんな、なんか握りやすいはぁって言ってもらった時とか。あ、それはそうですね、嬉しいですね、それは、はい。もういつも見えてる部分しかだんだん見えてこなくなってきましたね。はい、最後あとこの辺とか微調整ですね。あ、なるほど。もうほんま何ミリ
落とすか落とさないかぐらいの感じで。このちょっとこう内側に曲がる部分はこれ結構突っ張るんで、はい、切れ込み入れて縫いやすいようにしてます。で今こう縫って折ってるんでちょっと角が立ってるんですね、はい、ステッチのところで、はい、これを一回また鳴らして。なるほど。グローブの形に関わってきたりとかするんですけど、はい、ここ最後めちゃくちゃ大事にしてます自分は。ヘリカーからステッチの幅だったりとか、はい、糸目だったりとか。あ、なるほど。空間がないように。すごい、しっかり。はい、おお、いいですね。これで縫製が完了しました。縫製完了ということで、これも糸ギリギリ切っていかないと、うん、あの手入れて、はい、抜くときにこう引っかかったりするんです。はい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 。それをちょっと、確かにそうか。でも糸は絶対に切ってはいけないので。はい、なるほど、はい、絶妙なところ攻めないとっていう。結構慎重にやってますこれでも。だいぶもう組み立て終わった後なんで、はい、怖いですよね。そうなんですよ、これ、ね、ミスったらもうどこまで戻るんやろって。もう一回やりますね。おー、いや大変よこれは、はい。で、さっきのこの指掛けを外に出して、はい、親子芯芯を入れていきます。はい、フェルトとフェルトの間に、鳥の芯が入ってます、はい、これに挟んで、おグッと押しても下がっていかないです。なるほど。こんな感じで穴がぴったりくると、はい、鳴らして、はい、うん、親指掛け、はい、こっちめっちゃ長いんですけど、おお、ここから下に通して、なるほど、そっから通すんやっていうのは多分ね、みんな、そうなんですよ。ここにあるやつですね。この芯を巻きつけて、うん、巻きつけてそっちに、巻きつけてこっちに。なるほど。これでしっかり親指と芯が連動するような形になります。はいはいはい。これはこっちですね。なるほど。はいはいはい。引っ張り加減とかも、引っ張りすぎると
違和感があるんで、はい、ちょうどいいところを探すと、はい、おお。名前さんの好きな革の色とかあるんですか？好きな色ですか？はい、グローブ使うんだったら黒がいいです。おお、黒ですか？はい、いや、いいですね、黒。オレンジとか、はい、タンとかも味出てくるんですか？はい、なんか黒の色変わるっていうより、あー、艶とかですか？艶っていう感じの変化の方が好きです、はい、あー、いいですよね、黒。なんか 磨けば磨くほど、そうですね、黒の気がするんですね。確かに確かにです。黒の魅力ですよね、そこも。そうですね、こんな感じですね。マイルドナンバー通って、やっぱ始まりました。なるほど。もうもうほぼほぼ、はい、なるほど、はい、もうなんか、お、すごい手の自然な感じ、はい、出来上がってます。で、今まだここのグリスが入ってないんですね。グリスっていうのをここに入れて、はい、表と裏を接着するものが今から入れていきます、はい。